A メロラストの運命さえまだ知らない痛いけな瞳の瞳の伸ばし棒のところでですね、タンタンタンタタっていうですね、4連のリズムが入りますよね。で、これがですね、超かっこいい。痛いけな瞳、タンタンタンタタになるんですけども、まずはですね、この一つ一つの絵というよりはリズムに注目してください。白っぽい絵とですね、色の濃いのがですね、ちゃんと交互に来てるんですね。で、これで、動きあり、動きなし、動きあり、動きややあり、で、なんか表示が変化っていうですね、この方向、縦位置の変化に対してですね、この映像でこれだけが止まってるから、ちょっとこいつが不気味に見えるという効果があります。このね、色変化だけで割とね、リズミカルで描写がかっこいいんですけども、一つ一つを見てみましょう。タンタンタンタタです。エントリープラグが挿入されるシーンで、このエントリープラグのですね、ロケットを発射するときにですね、根元で上昇しないように押さえておくような、こういうグリップのことをコアクランプって言うんですけど、このコアクランプが解放される前の状態から解放されて、ゆっくり回転しながらねじり込まれていくところです。これ作画的にめちゃくちゃ難しいです。多分ね、CG でやるとぬるっとしすぎてて、僕ら見逃しちゃうんですけど、これを手の作画で、このゆっくりとプラグが回転しながら入っていくのをやっていくから、この一瞬でおそらく、このタン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 のところでドキッとして目を奪われるんですね。その次に、エントリープラグインテリアと言われるですね、シンジ君が座っている後ろの方にある、部分なんですけど、何かが封じ込められているカバーがかかってるんですよね。で、ここだけ止めで、白っぽいカットで、おそらくもう不気味な印象っていうのをですね、ちゃんと明らかに出してるんですよ。自分でですね、カット分解してですね、おう、うまいことできてるなと思ったんですけども、これ動力がですね、外部から内部へ切り替わる瞬間です。本当にね、1秒ぐらいしか映らないんですけども、この4つのエレメントでできています。一番最初、外部電力です。この3つ目になると内部電力に切り替わるんですけども、この中間でですね、一度外部と内部同時に電力が通っている状態がきます。その時はですね、数字がですね、一度88888という全部表示に切り替わるんですね。内部電力になった瞬間に5分っていうカウントダウンが始まって動き出すっていう風になってます。一番最初、黒いところから一回全表示に変わると。で、次にですね、このストップ、スロー、ノーマル、レーシングって書いてあるのが、最初ノーマルに赤の表示が来てるのがですね、一回全部消えて、次レーシング、レーシングになってますね。で、これは心臓の鼓動のことでですね、心臓鼓動停止っていうのがもうちゃんと表示であるんです。心臓鼓動停止、遅い、ノーマルスピード。で、レーシングっていうのは心臓がドキドキするっていう意味の英語です。レーシングになっていると。で、外部から内部へ切り替わってるんですね。で、これ僕らが日常の中で経験することでは、飛行機、旅客機が離陸するときにですね、ポーンって音がして一回電気が一瞬暗くなる瞬間あるじゃないですか。滑走路へ行く前。あれがですね、飛行機が外から取った電源からですね、内部電源に切り替わった瞬間なんですね。大体飛行機でも宇宙船でも全部そうなんですけども、外部電源からですね、ソケットからですね、内部電源切り替わるときに、一時的に絶対電圧が落ちるか電源が切れるかして、もう一回再起動するんですけども、これのところをちゃんと表しているのが、偉いですよね。電源を切り替えたので、乗っている人間の振動、心拍数が一気に上がったっていうのですね、本当に1秒弱のカットでポンって見せてるんですね。で、ここら辺もですね、その、タンタンタンタタの、3つ目の映像として見せているところがうまい。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。